キャリア初のシリーズ第7戦に臨むブツカー、チーム全員、フロントの皆が集中している今季リーグベストの64勝18敗でレギュラーシーズンを駆け抜けたフェニックス、サンズは、ニューオーリンズ、ペリカンズとのファーストラウンドを4勝2敗で突破。だガダラス、マーベリックスとのカンファレンス、セミファイナルは、3勝2敗で大手をかけて迎えた第6戦に80無113の大敗を喫し、 第7戦までもつれ込むことに、この試合ではデビン・ブツカーが19得点8リバウンドを残すも8ターンオーバー。クリス、ポールは13得点4アシストに5ターンオーバーと、チーム合計22本の打ちこの2選手だけで13本を喫してしまった。昨季11年ぶりにプレーオフへ進出し、ウェスタン・カンファレンスを制して一気に NBA ファイナルまで勝ち上がったサンズだが、ブッカーやミケル・ブリズ、 ディアンドレ・エイトンたちにとっては初のシリーズ第7戦となる5月16日、現地時間15日、日付は以下道にホームで行われるシリーズ最終第7戦を前に、ポールは第7戦を7度経験して3勝4敗で現在3連敗中、J ・クラウダーは勝1敗と決して良い戦績とは言えない。そんな中、15日にチーム練習を終えたブツカーはチーム全員、 フロントオフィスの皆が集中している。その様子を感じられるはずだ。僕らはこのためにスポーツをしている。僕らは、プレッシャーがかかる中でレギュラーシーズンを戦い、球団記録を塗り替えようと努力してきた。でもこれは全く違うものなんだとコメント。サンズとマブスのシリーズは、 ここまでホームチームが勝利を重ねている。サンズはホームのフットプリント、センターで行われた3試合で、平均19点差をつけて3戦負けなし。ダガーウェイでは3戦全敗で、平均15.3点差をつけて敗れている。となると、ホームで第7戦を戦うことができることから、サンズが優勢と見ることもできる。リーグの歴史を見てくれよ。ホームコート、アドバンテージがものを言っている。ロード、 アウェーで勝つのはいつだって難しい。ここ、ホームでプレーできるのは、ロードで2試合を戦うよりも快適で、何よりもファンの前でプレーできる。想像しくなると確信しているよ。エキサイティングなものになるだろうね。だから僕は楽しみにしているよ。勝利できればゴールデンス、デートウォリアーズが待ち受けるカンファレンス、ファイナル進出。負ければシーズン終了という大一番で、 サンズとマブスのどちらが勝利を手にすることができるのか。16日に開催される、両チームによる。